はい、皆さんこんにちは、マンダルグルビジです。では今回は大戦力鋼鉄のセブ日本軍プレイを続きやっていきたいと思います。前回は真珠湾奇襲作戦ということでご覧のように大勝しています。今回その続きです。早速、シナリオを見ていきましょう。作戦の内容です。帝国陸海軍はマレー半島の天然資源の確保と東洋艦隊基地のあるシンガポールの解放のためシンゴラ、パタニ、コタバルから上陸。ゴーマンダル、英軍を駆逐することとなったということですね。シンガポールにはプリンスオブウェールズとレパルスの主力艦2隻が配備されているとの情報あり。なのでこれも撃沈しましょうねということに内容としてはなっています。では勝利条件確認していきましょう。勝利条件です。40ターン以内ということは相当長い戦いになるということですね。では早速始めていきましょう。で最初に開発の状況ですね。はやぶさ、これが開発できるようになってますね。そしてもう一つ、こっちは一式の立航ですね。航空戦力が充実したと言えると思います。でまずマップですね。こちらが帝国軍の重要拠点、ここが陥落すると敗北です。そしてマップの右に移るとここに同盟軍側ですね。そして敵の重要拠点ですが、まずここに一つありますね。イギリス軍側です。ここがシンガポールかな。シンガポールですね。でその他にも拠点が用意されているというところになっています。全部で拠点3つ用意されているようなので、どうでしょう、我々はマップのこの左側コタバルあたりから進軍をしていきましょうか。では部隊配置して進めていきます。最初に配置するのはやっぱり歩兵ですかね。歩兵を配置して、すぐさま近くにある周辺都市の制圧から進めていきます。ではお金確保のためにしっかりここは制圧しながら進んでいきます。お、敵軍もいるな。敵軍を発見したらすかさず攻撃しながら進んでいきたいところですよね。敵の展開が思ったより早いというのは、まあ、予想外ではありましたけども、まあ、こちらの方は野戦砲なんかを配備して備えましょう。野戦砲を配備していきます。この辺りはでも野戦砲を動かすのが大変になりそうな感じがちょっとしますね。道路が通ってないとね、どうしても野戦砲に関してはやや動かしづらいっていうところもあったりはしますからね。味方の18軍はこちらで指揮が取れるものではありませんので、まあ、コンピューター任せにはなりますけども、まあ、しっかり活躍してシンガポール目指してもらいたいところですよね。では野戦砲で敵をなぎ払っていきましょう。まあ、補完する動きで歩兵ももちろん出していきます。あと今回から進化改良できますね。97式の艦船ですけども、これはやぶさへとアップデートできるのでアップデートしちゃいます。ただアップデートするとその間動けないので、そこだけ、まあ、ロスしてしまうという点を考慮しておく必要はありそうです。第18軍と連携して拠点近くに展開していた敵部隊は順調に撃破を進めていますね。このまま南下するための準備していきましょうか。統治下なんかも撃破しながら進んでいきましょう。ただ統治下思ったより硬くて、なかなか撃破1回でもねできない上にダメージも食らってしまうので、まあ、あの注意は払っておきましょう。どちらかというと航空機で削る方が良さそうですね。
統治下を撃破できるか確認していきます。1残っちゃうか、残念ですね。まあこれの繰り返しになると思うんですけども、部隊進撃していきましょう。第18軍ももう激戦になってますね。我々も一刻も早く航空隊派遣してあげたいなというところですね。グラディエーターなんかが出てきてますね。敵軍イギリス軍です。ちょっと敵と味方の色がだいぶ判別しづらくなってますね、ここで。なので、ちゃんと敵かどうかっていう確認をしてから進軍しないと、思わぬところで敵だということになりかねないので、その点はちょっと注意が必要そうです。まあ、序盤も序盤ということもあって、ここまで、まあ、特に何か作戦を考えることなくですね、普通に進軍してます。モンハン事件とかの方がよっぽどきつかったなーっていう感じが、ここまでのところはしますね。ただ航空戦力出せる量が、1回に出せる量がちょっと少ないので、まあ、そこが今ちょっと悩ましいところにはなってます。まずはですね、今、こちらに見えている飛行場、ここを取りたいので、ここに向かって、一機火星と、攻撃を仕掛けていきます。あそこの空港が取れればね、前線で回復できる場所が手に入るので、むちゃくちゃ大きいですよね。陸軍は主力を歩兵にしてます。戦車がソ連戦で分かったようにむちゃくちゃ弱いので、まあ、あえて弱い戦車を使うぐらいだったら、歩兵を使って占領しながら占領効率を上げておく方がまだいいかなという、まあそういうところから来る作戦になってますね。せっかくなのでここでハヤブサの性能をご覧いただきましょうか。これがハヤブサですね。97式から進化させたものがこのハヤブサになってます。舞台はこのまま一つ目の敵の拠点を目指して南に向かって進撃中です。航空機の数、やっぱり一度に出せる量が少ないので、本当はもうちょっと思い切った量を出してですね、一気に攻勢仕掛けていきたいところなんですけども、現状展開しているのが、ハヤブサが2機、それに冷戦が1機だけなので、このあたりもうちょっと効率化していきたいところかな、というのは正直なところですよね。ここはグラディエーターに冷戦で攻撃仕掛けます。というところです。冷戦の数もっともっと戦場に配置進めていきましょう。まだ敵の戦艦確認できるようなフェーズではないので、艦攻を出すのは後にして、先に冷戦、あとはハヤブサ、この辺りを出していっています。半島の中心部で激戦になってますね。イギリス軍の陸軍と激戦になっています。この激戦を制さないとちょっと先がないので、この激戦を制することができるように、部隊中心部もちょっと厚めに展開していくようにしたいと思います。それとは別に、今進んでいるコタバルですね。この辺りがですね、結構航空基地が多かったりするので、ここの占領もまあ、スムーズに進めていきたいところと思っています。今のところ、まあ、帝国陸軍の歩兵が強くて頑張ってくれているなという、まあ、そういう印象がありますね。ここには敵のハリケーンがいました。このハリケーンも、まあ、さっさと撃墜しておきたいので、冷戦で仕掛けていきます。まあ、再三の繰り返しになりますけど、できればもっと早く、航空機をね、展開したいところなんですけどね、なかなか航空機の展開スピードという面ではうまくいっていないなというところは、まあ、現状ありますね。では、戦いも本格化してきましたので、一度ここで敵、アメリカ軍ではなくてイギリス軍初めてと戦うので戦力確認しておきましょう。まずは25ポンド砲、これは
まあ、いわゆる野戦法ですね。まあ、野戦法は強いので、できるだけ早めに倒したいところですね。こちらが2ポンド砲です。で、さらに、マーク6。軽戦車です。まあ、軽戦車程度であれば、帝国陸軍であれば、力押しも可能なのかなというのはあるんですけどね。これが今、陸軍確認できているイギリス軍の主力部隊と見て良さそうです。あ、ここにグラディエーターいますね。せっかくなんでグラディエーターも見ておきましょう。グラディエーターがこちらです。まあ、グラディエーターであれば、冷戦ないしハヤブサで簡単に、撃沈できると思いますので、これはね、どんどん撃沈していきたいと思います。早速じゃあそのグラディエーターを、ハヤブサで撃墜です。そうするとここの飛行場がまた取れるというね。まあ、こういうプラスの循環をしていきましょう。でね、結構ポイントにしてるのがここなんですけど、ここに105ミリの野戦砲を配置しました。ここです。で、ここに補給車を置いたので、こっから矢継ぎ早に攻撃を仕掛けていくっていうことで、ここにいる戦車部隊をね、潰していければいいかな、という作戦になっています。75ミリ砲はちょっとね、わかりやすく言うとちょっと短い射程が、足りないというのがあるので、できれば105ミリ砲、あるいは150センチ、150ミリですね。150ミリなんかを配置して、迎撃に当てていきたいというふうに思っています。さて、続いて敵ですが、ハリケーンもスペック確認しておきましょう。ご覧のような感じですね。戦闘機。まあ、ちょうど97の戦闘機と同じぐらいのスペックに仕上がってるかなというふうに見えます。これは冷戦で撃沈しておきましょう。完全に油断してたんですけども、敵の駆逐艦に接近されてます。本拠地が。これ、ほっとくわけにはいかないので、急いで、艦砲を出しましょうか。まさかね、ちょっとこういう状況になってるとは思わなかったので、完全に今日疲れた形になってしまいましたね。駆逐艦クラスだと一撃で倒せますね。炭鉱であれば。なので、炭鉱をこの後も配置していきます。まさか駆逐艦にあんなに詰め寄られてるとはね、つゆも知らずというところもあったんですけども。まあ、とりあえず、まあ、巻き返しできそうな感じにはなってきてますので、このまま進んでいきたいと思います。あとはもうここの敵の、まあ、本拠地一つ、潰せるんだったらもう潰してしまいたいなというのもありますので、潰せるかどうかトライしてみましょう。では、まずは敵の一つ目の重要拠点。ここの撃破を目論んでいきたいと思います。まあ、ちょっとこのターンでできないかもしれないんですが、できれば早いうちにここは、一つ目だけでも潰しておきたいので、強行したいと思います。はい。中央司令部、占領できましたね。まずは一つ、三つね、敵重要拠点あると思うんですけども、このうち、一つ目、無事に、占領できたというところまで持ってこれました。これ大きいですね。このまま、進撃を続けていきたいところではありますが、ここまで2時間ぐらいすでにかかってしまってますので、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回シンガポールに向けてさらに進軍という形で進めていきたいと思います。